はい、引き続き、玲子がお送りします、園芸のコーナーのような感じなんですけれども、寒い冬に植物の扱い方っていうのをちょっとここで、コーナーをしたいんですけれども、本当に最近寒い日が続いてますけれども、早く春が来てほしいということで、今日はそんな願いも込めて今から春の準備ということで、野菜作りのお話を UDCK のお隣で、オークビレッジで野菜作りのをされている、インストラクターの鈴木富貴子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野菜の農業インストラクター、はい、農業インストラクターって今ご紹介したんですけど、私よくはっきり分からないんですけど、はい、そうですね、はい、どういうことをされてる、はい、あの、はい、オークファーム、はい、畑が UDCK の裏にあるんですけど、はい、そちらのお野菜のお世話をしたり、はい、あと月2回、はい、あの個人の会員様向けに、はい、有機講座を有機栽培でお野菜を作る講座をしてるんですけど、そういった、うん、教えることも、はいはい、しています。あ、はい、今日ここへ来る時に横を通ってきたんですけども、はい、今は何のお野菜があるんですよね。あの、はい、見た目では大根の葉っぱですかね、それと白菜か何かが、はい、なんか白菜があのエイリアンの卵のようにこうなってたんですけど、 あれはこう なぜこういうふうにしてある、なんか閉じてあるんですか。そうですね、やっぱりあのこの冬井さん、はい、あの寒い冬を乗り越えるように、はい、外の葉っぱで中を守ってるんですね、はい、包んであげてですね、あの白菜に鉢巻きしてあげています。はい、なるほど。今はどういうのが、はいはい、大根、白菜の他に何がありますか。はい、あの秋冬野菜あの10種類ぐらい育てているんですけど、はい、今はですね、その大根、はい、白菜の他にブロッコリー、はい、ブロッコリー、はい、あとは春キャベツ。ブロッコリーって、はい、春じゃないんですよね。あ、冬なんですか。春も育てられるんですけど、はい、やはりあのブロッコリー冬場が甘くて美味しくなるんですね。というのは冬のお野菜って、はいはい、あのこの寒い季節を乗り越えるために、はいはい、自分でビタミン濃度とか、はい、糖度を上げてですね、凍らないようにしているので、うん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 、冬野菜とっても甘くて美味しい野菜ができます。お野菜が自分で身を守ってるから甘くなるっていうんですね。はい、そうなんですね。不思議ですね。はい、じゃあ、今日は、その冬のお野菜じゃなくて、これから春に向けてのお野菜のことで、はい、まず土作りからのことですよね。はい、で、あの土作りって簡単に言っても、私も家ではあのきゅうりとかナスぐらいしかやらないんですけど、野菜ついついあのプランターとかでも、はい、前の年のところにそのままなんか土壌改良の改良剤を混ぜ込んでそのまま植えてしまってるんですけど、はい、何かあのもっといい方法とかってあるんですかね。そうですよね、はい、あの一回お野菜育てた後、はい、土どうしたらいいのか困ってる方もね、はい、多いと思うんですけど、はい、あの捨てなくて大丈夫なんですね。実は再生方法がありまして、はい、まあ、一番いいのがですね、はい、あの太陽熱、太陽熱、はい、消毒する方法が、はい、特にプランターで育ててる場合、はい、おすすめです、はい、それはどういうふうにやったらいいですかね。はいはい、そうですね、あの土が乾燥している場合は、はい、お水で少し湿らせて、はい、そして黒いビニール袋で、はい、それはもう、はい、ガサッと開けてしまっていいんですか。はい、はい、いいです。はい、まあ、その前に、まあ、根っことか取っといた方がいいんですけど、その袋に入れまして、うん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 、ちょっと平らにして太陽熱が注ぐように、うん、はい、あの1週間ほど、はい、あの温めてあげます。土を黒いビニールっていう理由は何かこう、はい、温度を上がりやすくするとか、はい、そうですね、その通り、そのままですか。はい、まあ、透明のでもいいんですけど、はい、黒い方がより温度が上がりやすいということで、はいはい、おすすめですね。でもいいですね、ビニールの中でやると散らからない、はい、そうなんです、風とかで、ね、飛ばされないし、いいですね、はい、マンションの方とかでもできそうですね。そうですね、あの風が強いと聞いてますので、あの、ね、
マンションの方、いいですね、はい、再生もやりやすいと思います、はい、今度やってみたいと思います。はい、はい、それから、はい、ね、2月の時期っていうと、はい、缶おこし、そうですね、はい、缶おこしの作業、はい、缶おこしって、はい、すいません、何でしょう。そうですね、はい、初めて聞くかと思うんですけど、はいはい、やはりこの時期、寒い時期を利用した、うん、その土壌を再生する方法で、うんうん、ザクザクとね、はい、スコップで、はい、土を耕しておいて、はい、寒い、冷たい風に当ててあげる方法、はい、わざわざ冷たい風に当てる、はい、当ててあげることで、はい、病原菌が、はいはい、減っていくっていう効果が期待できます。はい、それはプランターじゃなくって、はい、普通の花壇のようなところでも同じですか？あ、そうですね、プランターでやってもいいですし、はい、花壇、ちょっと広めの花壇ですとか、 あと路地でお野菜育ててる方にも、はい、いいですね。はい、でそれをやって、うん、寒い風に当てながら、はい、その後は どうしたらいいでしょうか。そうですね、1ヶ月ほどそのまま、はい、そのまま、はい、はい、冷たい風にさらしておいて、はい、それから土作り、うんうんうん、はい、肥料分とか肥料、はい、入れてあげるんですけど、はいはい、肥料っていうとどういうものを入れたら、はいはい、そうですね、まず一つに、はい、先ほど土壌改良剤を使っていらっしゃるって言ってましたけど、肥料分よりは少し栄養分少ないんですけど、うん、はい、土を良くする効果がある、はい、堆肥とか堆肥、はい、腐葉土とか、はい、そういったものをまず入れてあげます。はいはい、割合とかは どんな感じで入れるかっていう、はい、そうですね、決まってるんですかね。そうですね、はい、堆肥の場合はですね、プランターの土を再生する場合、はい、今まで育てていたお野菜があって、うん、はい、もう一回作りたい場合は、はい、堆肥、土の量の 30% ぐらい、はい、30% ぐらい入れてあげます。結構多いですね、はい、そうですね、はい、そうですね、あとは畑ですと、平米あたり、うんうん、10リッター入れると、うんうん、10リッターというと袋一つ分ぐらいですか、売ってる袋。10リッター入りですと、そうですね、10リッター入りっていうのがあるんですね、はい、20リッター入りですと半分です。これはかなり多めの量で、はい、もう出来上がった畑ですと、うんうん、1平米あたり、うんうん、半分5リッターぐらいでも大丈夫ですね。じゃあ、はい、腐葉土もそれぐらい入れるんですか。腐葉土ももっと、はい、そうですね、同じような感じで、じゃあふわふわの状態になるっていう。そうですね、お布団を作ってあげるっていう感じですかね。はい、これは微生物、微生の中にいる微生物の餌になりまして、はい、微生物が食べてくれることで、うんうん、ふかふかの土になるんですね。はい、排水と、はあはあ、通気性と、はあ、はい、水持ちがいいふかふかの土になって、はあ、根がしっかりお野菜が生えるようになります。一回お野菜を作ってしまうと、結構もう栄養分はカスカスになってるってことなんですね。そうですね、特にプランターの場合ですと、はい、栄養分限られてきますので、だからうちでやってもなんか次の年はなんか細っこいのができたりするんですかね。そうですね、ちゃんと土作りをしっかり冬の間にやっておくと、はい、いいものができるってことですね。そうですね、一作終わったら必ず栄養分は、はい、補給してあげるといいと思います。それから種まき、はい、種まきはその土を起こした2週間後ぐらいから始めてってことですか。そうですね、はい、その堆肥とあと肥料分、はい、堆肥は土壌改良の効果があって、はいはい、肥料は栄養分になるんですけど、はい、それを入れてから、はい、それは2週間っていうのはあれですか、はい、土に馴染む時間っていうことですか。そうですね、はい、やはり使う資材によっては、はい、すぐ種まいてしまうとガスが発生したりですね、うんうん、根を傷めてしまう可能性がありますので、はいはい、馴染ませてあげます。はい、新しい土から始める場合は、はい、もうその中に肥料とかが混ざってるのってありますよね。そういうのを使うと楽、はい、そうですね、特にはやらなくても大丈夫ですか。はい、もうプランター買ってきてそこに土を開けて、はい、すぐっていう感じでも大丈夫。はい、
元肥入りっていう、あの元肥は最初に入れる肥料の意味なんですけど、それが入ってる場合は、はい、もうそのまま始められますね。そういうのが入ってるのを買ってくると楽ですね。はい、そうですね。分かりました、はい。今もう2月なんですけども、はい、2月から植えるお野菜としたらどんなものがありますかね。あ、そうですね、はい、特に今寒い時期でほとんど育って、はい、種まきできない時期なんですけど、はいはい、2月下旬から3月になりますと、はいはい、ラディッシュとか、はいはい、あとサラダミックス、はい、あと、はい、ミニトマトなんかもね、ミニトマト種まきできまして、はい、家庭菜園ではおすすめの野菜になります。小学校なんかでもよくミニトマトを作るんですけど、あれはちょうど4月頃に植えてっていうことなんですね。じゃあちょうど教材に合ってるっていうのか。そうですね、はい、3月前後にですね、はい、種まいておくと苗がちょうど、はい、その頃に育ちますので、みんなで一緒に植えるっていうには、はい、教材に合ってますよね。ミニトマト、いいですね、はい、ミニトマトなんか私、はい、どうしてもなんかこう家で作るとプチッとこう、はい、硬いんですよね、皮が。そういうのなんかも、はい、後で教えていただいていいですか。ちょっと、はい、ポットでちょっと今日用意してきていただいているので、はい、ちょっとそちらに移っていただいて。わかりました、はい、はい、今日は、これは南郷鉢になるんでしょうかね。あ、そうですね、これはだいたい15ぐらい、はい、なんと15、はい、15の中に、4.55ぐらいですね。 4.55、はい、4.55 の鉢を2つ用意していただいたんですけども、はい、ここへ今入っているのは、はい、はい、土なんですけど、はい、もう堆肥と肥料が入っているっていうふうに、はい、じゃあ、今日はここへ何を植えてくださるでしょうね。まず、はい、おすすめのラディッシュ、はい、巻いてみたいと思います、はい、まずこの鉢に、土が入った状態でまず何をしたらいいでしょうか。まずですね、もうまずは堆肥とか肥料が入っていない場合は入れていただきます、はい、でよくかき混ぜていただきます。ここまでが土作りですね。その後には2週間ほど置くのがベストで、それから種まきしていただきます、はい、で種まきなんですけど、ラディッシュは下の、ね、玉が大きくなってきますので、だいたい2センチ間隔ぐらいに巻いていきます。これ種ですか。もうこれ種なんです。こんなカラフルなんですか。あ、はい、これはですね、種屋さんが土に落ちた時に見分けがつきやすいように、はい、私肥料かなと思ってる。そうですよね、はい、色がついています。かわいいですね、はい、でラディッシュもいろいろ種類がありまして、丸い赤いものとか、あとは赤と白の紅白という品種であったりですね、白い雪小町っていう品種があったり、はい、いろいろラディッシュだけでも楽しめます、はい、ここが今ミックスされています、はい、そうしましたら種、はい、巻くんですけど、はい、どうしても最初巻くときって、はい、えいって指で開けがちですよね、はい、で深く巻いてしまうと実は種が出ない、芽が出ないんですね、はい、なので、基本は種の大きさの3倍の深さが目安です。はい、はい、ですね、もう本当これぐらいですね、はい、で皆さんもっと大きいプランターで巻いていただけたらいいんですけど、これちょっと小さいのでね、ちょっとごめんなさい、乾いてるので戻っちゃうんですけど、はい、8箇所ぐらい。あ、そうですね、これですと 1,2,3,4,5 6箇所、6箇所、はい、開けられます。そうしましたら種をですね置いていきます。一つずつ、はい、一つずつ入れていきます、はいはい、で深さはね、種の大きさの3倍ぐらいを意識して巻いていきます、はい、この後は、はい、この後はですね、土をかぶせてキュッキュッと押さえていきます、はいはい、でね、押さえてあげます、はい、
はい、はい、そしましたら、はい、乾燥防止にもいいんですけど、はい、藁をかけたりですね、はいはい、するとオークファームでもやってるんですけど、いいですね、はい、藁がない、はい、そうですね、藁がなければもうこのままでもいいですし、はい、はい、そうですね、はい、そのままでも大丈夫です。このままジャーと水をやっちゃってもいいですか？あ、はい、このまま種が流れないようにですね、ゆっくりそっとね、そっとお水を、はい、あげてください、はい、これね、こういったハス口がついているもの、はい、はい、種まきした後はおすすめです、はいはい、ね、ジャーっとね、はい、はい、お水をあげます。可愛らしいですね、これちっちゃい。そうですね、家庭菜園にはちょっとぴったりの大きさに、はい、なっています。これは腐葉土ですか？はい、あ、そうですね、これは先ほどご紹介した堆肥になります。これはまず混ぜる、はい、植える前に混ぜた、これこういうものを入れて混ぜたってこと？あ、そうですね、これは、はい、腐葉土で、あ、堆肥ですね、ごめんなさい、あの、はい、堆肥ですね、はい、これが肥料になります。はい、これは 30% ずつを、あ、はい、これ、そうですね、この堆肥は落ち葉とか木の枝を腐らせたもの、はい、あと牛糞などが入ってるんですけど、はい、これは 30%、 土の 30% ですね、はいはい、土を再生する場合ですけどね、はい、で肥料はですね、はい、実は肥料の種類によって量が変わってきますので、はい、土の袋の裏に書いてある分量をよく読んで、はい、量を入れてください、はい、これはオークファームで使っている米ぬか、おからの植物性の肥料になります。香ばしい、あ、そうですね、はい、発酵臭がすると思うんですけど、これおすすめの植物性の肥料になってまして、はい、はい、これを栄養分で、はい、入れて混ぜたものに先ほど植えて、ね、はい、種を、はい、巻いてあげます、はいはい、サラダミックスってここにありますけれども、はい、そうですね、はい、これはラディッシュの他にもう一つおすすめのお野菜なんですけど、はい、はい、サラダミックス、これはですね、まあ、サラダミックスという品種ではなくて、はい、レタスとかルッコラとか水菜とか、はいはいはい、サラダ食べるお野菜がミックスされている、はい、入っている種になります、はい、しまいになんかこういうのを植えて、はい、春にたちまち虫に食べられて丸坊主になったことがあるんですけど、あ、そうですか、はい、何かこういう育てる時に虫に、はい、食べられないで済む方法とかってあるんですか？あ、まず一つに肥料分が多いと格好の虫の餌になってしまいます。はい、そうなんです。やっぱり弱ったお野菜とかに虫は行きやすいので、それでちょっと肥料が多かったりですね。肥料が多いと、はい、お野菜って弱るんですか？そうなんです。適量をあげないとですね、人間もそうですけど、たくさん食べるとね、はい、食べ過ぎると、はい、ね、成人病とか、はい、生活習慣病とかにも、はい、なってしまいますけど、適量を上げてください、はい、じゃあどっちか適量じゃないといけないの？そうですね、少なすぎてもだ、あ、はい、少なすぎてない、はい、大きくならなかったり大きくならない、実がならなかったり、 あと葉っぱが黄色くなったりっていうようなね、サインを出してきます。はい、わかりました。今年ちょっとやってみたいと思います。そうですね、挑戦して、はい、はい、特にはい、まあ、ラディッシュは、はい、種をまいてから、はい、寒い時期でもですね、まあ、2ヶ月、はい、もう暖かい時期では20日大根って言われているように20日で収穫できます、はい、とても収穫期間が短いので楽しいですよね。これは芽が出て、さっき6個植えましたけど、はい、6つ植えて出てきたものはこのまま置いといても大丈夫なんですか？そうですね、途中の管理としまして間引きっていう作業をします。はい、間引きは一定の間隔を保つように抜いてあげて、そうすると残った株が大きくなれるんですね。なのでですね、株、間引きの株間は5センチまで、はい、間引いてほしいんですけど、さっきの6個植えたけども、はい、3個ぐらいにしてあげるっていう。そうですね、で、私ちょっと間引いたものを別のとこへ植えてしまったりとかするんですけど、それはやらないでいた方がいいんでしょうかね？ですね、その移植無垢野菜と無垢野菜ありまして、こういったサラダ葉物とか
花菜類は大丈夫なんですけど、根菜類って根が下に伸びますよね。なので移植するときに根が切れてしまうので、特に根菜類は移植が向かないので、よかったら間引き菜は食べちゃってあげてください。もう取ったら食べて、はい、葉っぱも、葉っぱをもう芽を食べるっていう感じでいいんですか。はい、わかりました。じゃあちょっとお席の方へ戻っていただいて、サラダミックスと、ごめんなさい、あの、はい、ラディッシュ種まきの仕方が、あ、そうですか、はい、ごめんなさい、変わりまして、はいはい、あのおすすめは、はい、すいません、あのこれバラバラとね、はい、表面に巻いてあげるバラ巻きっていう品巻き方が、はい、これにちょっとやっていただく、はい、あ、そうですね、それで用意されてる、あ、そうで、ごめんなさい、はい、決めますね。であのですね、はい、ちょっとこれ裏技なんですけど、はい、土に前もって少し種をこうやってね混ぜておきます。はい、はい、この細長いのがレタスの種なんですけど、はい、これをね先に混ぜてあげて、それでですねよく混ぜた後にこうやってパラパラパラと巻くと均等に巻けるっていうね、すごい、はい、はい、よかったらあの便利ですので、はい、やってあげてみてください。はい、でね、またこうやってキュッキュッとしてあげます。でもしちょっと土が、はい、種が見えてるところはね、はい、上からさらに、はい、あげたり、あの少しまた土をかけてあげるといいですね。はい、はい、でお水はさっきみたいにそっと、はい、そっと、はい、あげてください。はい、はい、ですね。でサラダミックスは、はい、あのまた同じようにあのたくさん芽が出てきますので間引きしながら、はい、葉っぱと葉っぱが重なり合ったところをね間引きながら、うん、ぜひベビーリーフとしてサラダで食べてあげてください。はい、はい、あの量的にはこれぐらいで、はい、さっきちょっとパラパラパラぐらいしか、あ、そうですね、はい、あんまりいっぱいやらない方がいいってことですね。いっぱい巻くと間引きが実は大変になってしまうので、いいんですけどね。そうなんですよ、あとでどこ間引いていいかわからない状態になってしまうのでね、はい、はい、そうですね、まあ、1センチ間隔ぐらいになるぐらいがちょうどいい種の、はい、巻く量になります。はい、はい、はい、今プラン、あ、プランターじゃない、ポットですね、はい、植えていただいて、ちょっと私もポットで挑戦しようと思います。あ、はい、今年はうまくできるかなと。ぜひ教えてください、はい、うまくできたら、はい、誰でも、はい、あのこう失敗がないような、はい、失敗がなくあの育てられるようなお野菜っていうと、さっきのラディッシュとか、はい、他に何かありますか。はい、あ、そうですね、あとは使いやすいのがハーブ類で、はい、例えばお料理に使えるようなバジルとかパセリ、あと、はい、ハーブ類っていうと、はい、ラベンダーなんかもハーブですけども、はい、そうですね、そういうのはプランターには向いてますか。はいはい、あ、そうですね、あのそれぞれ大きくなる大きさがあるので、はいはい、それに合ったプランターを選んでいただければ、あの育てやすい、あ、そうですか、植物です。はい、水やりなんですけど、はい、今なんかだったら結構氷が張るぐらい寒くなりますよね。はい、水やりっていうのは、はい、あのいつ一日のうちでいつやるのが一番適しているんでしょうか。そうですね、あのやはり午前中が植物あの光合成が盛んなので、はいはい、その時必要な水分を、はい、ぜひ午前中にお水やりしてあげてください。夜やると凍っちゃうってことも、特に冬場は凍ってしまうので避けた方がいいですね。わ、はい、かりました。はい、あとは、ね、水やり、はい、食べる、はい、さっきのなんかも食べる時期っていうと、もう芽が出た時からちょっとずつ食べられる、間引いたのから食べられるっていうこと、はい、育つのが楽しみです。あ、そうですね、はい、ぜひあの芽が出るまでは、うん、はい、あの水が乾かないようにお水やりをしていただきたいですね。はい、であの芽が出た後、はい、逆にですね、あの
やりすぎるとどうしても根が腐ってしまうんですね、うんうんはい、なので表面が乾いてから、はい、下からお水が出るぐらいたっぷりとあげていただきたいと思います。はい、スタッフにもちょっとあの、はい、水をやりすぎてるのか、はい、枯らしてしまってるようなスタッフがそうですよ、ね、いますので、はい、水やりは下から出るぐらいで乾いたらあげる、ね、そうですね、はいはい、分かりました。はい、最後にですけれども、はい、今、オークビレッジでは農業体験者募集中ということなんですけれども、はい、農業体験っていうともうあの植え込みから収穫までを全部体験できるっていうことですか。はい、あもう土作りから、はい、桑で耕してですね、はいはい、種まき苗の植え付け、はい、そして収穫まで、はいはい、全部野菜作り。じゃあ鈴木さんがもう、はい、ついて教えてくださってっていう形ですか。はい、月2回の月2回、はい、講座があります。あといらっしゃった時にも、はい、いろいろお話できると思いますので、はいはい、もしそこやりたいなと思う方はどういうふうにしたらそこへ申し込めるんでしょうか。あはい、お電話でお問い合わせいただいてもいいんですけど、はい、ぜひお近くの方は UGCK の、はい、裏にファーマーズハウスがありますので、はい、お気軽にぜひいらしていただきたいと思います。はい、はいはい、ちょっと私も、はい、見学あ、はい、行かせていただきたいと思います。はい、はい、お野菜10平米で、はい、年間約30種類ぐらいのお野菜、30種類すごいですね、はい、育てますので、はい、でプランター栽培もいいんですけど、はい、ぜひちょっと広い畑がやってみたいわっていう方はですね、はい、3月から、はいはいはい、新たに新規会員募集中ですので、はい、ぜひいらしていただきたいと思います。はい、レストランみたいなものができてるんですけど、はい、そこで収穫されたお野菜が食べられるんですか。はい、はい、レストラン用のお野菜も育てていきたいと思っておりますし、はい、お客様が育てたお野菜を、はいはい、レストランに出せるようにとかもしたいと思っています。あ、そうです。ちょうど4月からですね、はい、そのレストランの他にですね、はいはい、そのレストラン、まあ、地産地消のものを扱ったレストラン、はいはいはい、あとはですねスイーツのお店、スイーツ、はい、あとはマルシェですね、はい、あとウェディング、はい、こういったものがですね、はい、食と農をテーマにした、はい、ライフスタイル、ウェディングができるってことですか。はい、そうですね、農園でウェディングができたりしますので、ぜひその食と農をテーマにしたライフスタイルを提案していますので、はいはい、ぜひお気軽にお立ち寄りいただきたいと思います。はいはい、じゃあ皆さんぜひ農業体験、はい、体験していただきたいと思います。はい、じゃあ今日は、鈴木ふき子さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。柏の葉コミュニティ放送局 K ストリーム、千葉県柏市つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅近くの UDCK 内のスタジオよりお送りいたしました。今回もチャンネルを合わせていただき、当 K ストリームの放送をお聞きいただきまして誠にありがとうございました。来週もやはり同じく火曜日午後1時から、いつもの通り放送を開始いたしますので、来週もぜひ、チャンネルを合わせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まだまだ非常に天候が
厳しい状況にあるようで、まだまだ強い寒気が次から次へと控えているようです。それにこの寒さに伴いまして、インフルエンザも猛威を振るっているという報道もございます。どうぞ風邪など召さないよう健康に十分ご利いただいて、元気な姿でまた来週当放送局にチャンネルを合わせていただくことを切にお願いしまして、今週の放送をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。